ありがとうごこんにちは、ゆずこれです。それでは今回なんですけども、D カードプリペイドのチャージのやり方や残高確認方法を利用する上で気をつけておきたいことなど簡単解説ということですね。今回はまたもや D カードプリペイドの話題です。まあ、この動画では D カードプリペイドのチャージ、そして残高の確認方法、あとは今後使う上で気をつけておきたいことなど含めて大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速なんですけども、まず最初は D カードプリペイドのチャージ方法からお伝えします。まあチャージ方法っていうのはいくつかあるんですけども、僕は今回試しにセブン銀行 ATM からやってきました。まあいずれはまあクレジットカードとかでまあする予定ではあるんですけども、まあまず試しにということで、まあ実際の映像もありますので、まずはそちらからどうぞ。 ということで、実写の映像でした。まあ、やってみて、やっぱりこのセブン銀行 ATM からのチャージっていうのは結構簡単ですね。まあ、カードを入れて操作するボタンも一つなので、迷うことなく24時間手数料無料でチャージすることっていうのができます。まあ、誰でもこの方法は試すことができるので、ま、ぜひこれから D カードプリペイドを使う予定のある方はこの方法を試してみてください。次に2番目ですね。D カードプリペイドの残高の確認方法なんですけども、まあ、大抵のプリペイドタイプのカードっていうのは 結構その専用のアプリとかがあったりするんですけども、まあ、この D カードプリペイドに関しては専用のアプリがないので、まあ、基本的には専用のウェブページからのアクセスして、マイページで確認する方法ということになっています。 まあその確認方法なんですけども、やり方これめちゃくちゃ簡単で、まずは D カードプリペイドの専用のページを開きます。まあこのページ自体は Google で検索しても出てきますし、念のため概要欄にリンクも貼ってます。それで早速ここのログインというところをタップして、そうするとご自身の D アカウントでログインする画面っていうのが出てくるので、まずここでパスワードを入力してログインをします。で、ログインができましたら認証画面に切り替わりますので、ここで D アカウントで登録しているご自身の 生年月日をを入力ししてこここの確認とというところをタップしますそうすると、ここでご自身のマイページに入るという流れになるんですけども、まあこれはカードを作った当初の画面のままなので、まあ、残高が、残高の表示が0円なんですけども、 ま、先ほどチャージをしてきたので、1000円がしっかりと反映されていますね。まあ、一応確認方法としたらこのようになります。なので、この画面をホーム画面とか、あとブックマークしておくことをお勧めします。以上が残高の確認方法です。 次にこの D カードプリペイドを使う上で気をつけておきたいことについてお伝えします。まあ、気をつけておきたいこととして主にお伝えするのはこの使えない場面についてですね。まあ、実際この D カードプリペイド自体はマスターカードの機能を持っているので、まあ、どこでも使えるかなーって思いきや意外と利用する場面っていうのに制限がかけられたりしています。 ま、順応って今からお伝えしていこうと思うんですけども、こちらですね。じゃんということで、こちらは、月額もしくは、継続契約に関する利用料金のお支払いということになってるんですけども、まあ、一応上からざっと読み上げていくと、毎月の継続的なお支払い、自動更新手続き、確保契約、あと公共料金とか、電話料金、衛星放送、インターネットプロバイダー利用料、YMAX サービス利用料、新聞購読料、これは電子版も含むということですね。あと、保険料であったりとか、レンタルサーバー、 ウォーターサーバー、定額、サービス、通信、教育、各種、月会費などということですね。まあ、この中には記載されてませんけども、もまあ、月額で払えないものも中にはあるみたいです。 あとはこちらもですね、ガソリンスタンドのお支払いであったりとか、高速道路通行料金。これはもうあの、友人ブースでのお支払いも含む、含まれるということですね。あと航空会社の機内販売でのお支払いとか、あと一部ホテルでのお支払いということで、まあ、プリペイドタイプはこれだけのまあ制限をかけられるのもある意味ちょっと特徴的かなというふうに思います。ちなみに今出てるこちらのプリペイドタイプ、プリペイドカードとか、あと電子マネーへのまあチャージっていうのも、これもできないものになってます。まあ上から言うとこれも7個、楽天 エディ、V プリカ、ポイントウォレットビザプリペイドポレットビザプリペイド、キーゴ、ウェブマネーということでまあ、ちょっと聞いたことないものも中にはあると思うんですけどもこれらに関してもチャージができませんのでお気を付けください あと、この D カードプリペイド。このカードについては、今表示されているような ID 決済が可能となってるんですけども、こちらの飲料自動販売機、ガソリンスタンド、電話料金、これらに関しては、まあ、あの ID での決済っていうのができませんので、これもお気をつけください。まあ、なので、例えば、あの、コカ・コーラの自動販売機で、電子マネーが使える場所って結構今多くなってきてると思うんですけども、ID の機能を使っての決済はできません。以上が、この D カードプリペイドについての気をつけてほしいこと。 そうでした。 一応前回の D カードプリペイドの動画でもお伝えしたんですけども、現在この D カードプリペイドを作成するとこちらの100万円山脇キャンペーンに参加できるので、また1月からの D 払い連携して利用されたいっていう方は今のうちに作成してみるのもいいのかなというふうに思います。もちろんこれは無料で作ることができます。そんなこんなで今回は D カードプリペイドのチャージや残高確認方法、そして使う上で気をつけておきたいことについて僕なりにお伝えさせていただきました。まあ D カードプリペイド単体で利用 する上では若干 間のまあ、そして、先ほどもお伝えした D 払いと連携して使うこともできるので、まあ、それがまた効率よく使えますよね。まあ、一応下のあの概要欄に、これまでお伝えした D カードプリペイドに関する動画、そして D カードプリペイドのキャンペーンの公式リンクも貼っていますので、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。